また旅に続いて春菊までも。あの野郎マジで俺様のところまで登ってくるかもしれねえな。いや、もうさすがに次は勝負してくれないと。早速やっていいのかな。どうだろうな。でもこの調子だと花咲さんはもうスクーターじゃきつくなってくるかもしれないな。このバイク自体は購入する必要とかはないんだよね。ガレージにあった天沢家のバイクなんだよねこれ多分。でこの天沢家のバイクを勝手に改造はできるけど、それたっけ。嘘、一パーツでこんな40万とかかかんの。いやちょっとこれきついかも。うわきついきついきついきっちい。これまた田代くんのとこに行く必要はあるかもしれないな。まあ今お金はあるっちゃあるけど、いやまだ行けるかな。天沢玄茶でまだ行けるかな。行ってみようかな。デスレース向かうぜ。いやでも次はいよいよじゃないの。花咲さん部下2人も倒したし、負けたら俺に従う、分かってんだろうな。誰だお前。いやもう引きのカメラの時から思ってたけど、なんか知らんやつバイクに乗ってるって。おい、おでも喋らんな。芋頭だか芋頭だか分からんけど、芋頭は無口なやつでな、こいつはレース以外で自分を表現できねえのさ。なあ芋頭。うーん、そうか。いつも通りこのレースは何でもありだ。相手への妨害も暴行も自由。より速いやつ、より度胸のあるやつに従え。なんだお前、それがメイドインヘブンのたった一つのルールだ。今回も勝つ、必ずな。あれなんかもうすっとレース行ったな。いやまあいいけど、ちょっと増えてねえか。なんかどんどん増えてくな。これ何人いる。嘘だろ、14人いる。手下だけで15対1。じゃあもう違うって。なりふり構わずじゃん。勘弁してくれよ。レース以外で自分を表現できねえとか言ってたくせに。だったら差しでやらせろや。差しで自分を表現しろ芋頭。よし来たー、勝てたぜ。いやでもなんかさっきのあの改造費見ると30万とか40万とか賞金めちゃくちゃしょっぱく感じんな。こんな賞金じゃバイクの改造費に当てらんねえよ。よし、急に相手のキャラ適当になったぜ。なんか喋れ。ルールは絶対だ。これからは俺に従う。いいな。レースには誰も参加してくれないけどね。芋頭くんが笑った。イエスってことでいいのかな。相変わらず分かりにくい野郎だぜ。お、部下3人倒したからさすがに認めてくれるでしょ。芋頭くんすげえ。全く動じてないぜ。あちちちちちち。来たな、ボマー。もう次の相手なんかもう部下何人になっちゃうんだよ。今ので14人だぞ。次だ。何？他の連中じゃ拉致が開かねえ。次のレース、この花咲純平が直々に相手してやるぜ。来た来た来た。いよいよ花咲とレース。けけけ、最高の夜にしてやるぜ。いけるかな、スクーターで。ヤガミ。ヤガミ、んだよ話ってよ。何でも聞けや兄弟。俺らはてめえに忠誠を誓って決めたんだからな。だろう、芋頭。いやー笑ってる、かわいい。ボーマーについて聞きたい。ボーマーさんの花火は特別製だぜ。俺らの安物花火とは違え。マジやべえ。ボーマーさんお手製のぶっ飛んだ爆風と火花の中タンコロ走らせんのはマジでやべえ。結局何の情報もないようなもんだな。
へへへ、俺なんかよ、花崎さんと走ってる時あの光と暑さにやられちまってよ、思い出しただけでふぅいい気そうになっちまうぜ。いやあ、大丈夫この絵面。ぼかしいる？ぼかし必要かな。なるほど。いずれにしてもやばいレースになりそうだな。他に知ってることは？俺はねえな。今の必要だったか？またたびさんの。俺はねえな。寿司と天ぷらとそばが好きってことくらいかな。尻にでかいほくろがあるぜ。一緒に温泉行った時に確認した。有力な情報なさすぎるだろうな。一個も出てきてねえよ、まともな情報。恋。あ、どうした芋頭。恋？ん？え？え？おい芋頭、今お前が喋ったのかよ。花咲さんは恋してる。え？恋だって、あのボマーが。誰かはわからない、でもあの瞳は恋してる男の子のもの。時々遠くを見てる目、胸がキュッとなる。ひゃなんだお前ら本当に。いや、いや、恥ずかしい。マジかよ。信じられねえな、あのボマーが。ああ、それもそうだが、芋頭ってこんなやつだったんだな。びっくりだぜ。少女漫画とか好きだから。誰が？お前が？なあ。なあ、ボーマーには普段どこに言えば、どこに行けば会える？ボーマーさんなら偉人町の河原に住んでるよ。河原？は？あの人実家は江戸の花火師なんだかな。族やってるせいで感動されてるんだ。当たり前だろ。だから住む場所がなくて、活躍した金も全部花火台に消えるみたいだし、酔い越しの銭は持たねえってな。はあ、はあ、江戸っ子なんだな、そういうところは。桜川通り南にホームレスのキャンプがあるだろ。あの近くの河原に住み着いてるよ。とりあえずボーマーの恋の相手については調査しとくか。やつを更生させる上で。更生させようとしてんの？ボーマーを？手遅れだってあいつは。役に立つかもしれない。まあ清涼星のスオーはもちろん最終的には更生させたいけど、ボーマーは無理だって。あいつもう手遅れ。ああ、もう早速来てる。ここにいる！そのままの服装で。え、これしか持ってないの？衣服。この装備を衣服と言っていいかもよくわからないけど。あれは？おかしなホームレスがいるぞ。ああ、腹減った。花火台で全部使っちゃうんだもんな。金。寝づらいだろ、その装備。脱げ。よくその背中のトゲつけたまま寝てたな今。ズタズタだろダンボール。お、起きた。え、やべ、もうこんな時間。あ、家はねえのにスマホ代は払ってんのかあいつ。日本のスマホ代は高いのに。まあな、爆音大流のメンバーと連絡は取れないといけないもんな。スマホ代とバイクの整備費だけは必要だもんな。暴走族やる上で。あぶねあぶね、約束の時間寝過ごすところだったぜ。誰かに会いに行くのか。よし、おい、まさか尾行すんのかあいつを。よし、つけてみよう。あいつあの格好で街歩いてんだな。あ、ちょ、どれだどれだどれだ。あ、いた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 。目立ってしょうがないでしょ。まずはどっかに身を隠したいな。ここ大丈夫か。お、後ろ振り返ってんな。あれ、あの方向。危ね。隠れて隠れて。あいつもしかしてせんべい買いに行く気じゃねえだろうな。あの服装でせんべいはないか。犯罪じゃんそんなの。あ、うん、一番せんべいとは逆の方向に歩いていった。ちょっとこの辺身を隠す場所がないな。どうしよう。ここか。あ、危ね。おー、ちょちょちょ、隠れろ隠れろ隠れろ。不審者すぎるだろあいつ。ん？公園に向かってんのかこれ。公園だな。あ、これでとりあえず尾行完了。何をするつもりだ。え？
あれは今のって制服？ひよりちゃん、嘘だろ、火災か、火災してんのかこいつ。ううん、今来たところ。ひよりさん、うん、制服っぽいよな。芋頭の言ってた通りだ、ボーマーに女が。そんにしても不釣り合いなカップルだな。ひよりちゃん、今日も可愛いね、僕の僕の天使ちゃん、スイートキャンディーちゃん。それちょっとよくわかんないな。ふふふ、もう純平くんたら、純平くん、ボーマー呼びじゃない。照れた顔も可愛いね、僕のメロンサイダーちゃん。それ合ってる？え、炭酸飲料で例えんの？ま、マジか、暴走族の時と全然違うじゃないか。職質待ったなしだろ、通報されるって。で、話って？え、話？日和さんの方から呼び出したの？純平くんを。その、いや、電話で話した件。あれ、冗談だよね。ごめんなさい、本当なの。ちょっと待ってくれ。ご両親が反対するからだよね。だったら、駆け落ちすればいい。え？本当に付き合ってんの？この二人。二人で海外にでも逃げてさ、金ねえだろお前。無理だよ、無理だよそんなの。結局親の言いなりかよ。じゃあ族やめろ、族やめろ今すぐ。純平くん、足洗って花火しつげ。なんか訳がありそうだな、あの子に話を聞いてみるか。こんなにあいつの掘り下げすることになるとはな。サクッとデスレースで勝って終わりかと思ったのに。そこの日和さん、高校生なのか？ちょい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 、待ってろ日和さん、俺が助けるぜ。しゃあ、たくいい加減にしろよ。まあ、制服着てる高校生だとしたら、あ、ちょっと待っててくれ日和さん、今成金野郎が出現してるんだ。よし来たー。成金野郎はマップで単独行動してんのがすぐわかるからね。ありがとうよ、この金はバイクの改造費に当てさせてもらうぜ。まあ、一応成金野郎は見かけたら殴りに行くようにしてるんだけど。じゃあ日和さん、いやていうか、そう、花咲ってもしかして日和さんとそんなに年変わらなかったりすんのか。日和さんおそらく高校生だよね。まあでも暴走族って若いやつらで構成されてるっていうイメージあるし、若者でもおかしくないのかあいつ。いいかな。え、誰ですか？矢上です。メイドインヘブンに所属してる、そっちで言うんだ。他にもっと肩書きあるだろ。いや、まあでも花咲さんと知り合いだよっていうアピールなのか。メイドインヘブン。メイドインヘブン新人の矢上です。ああ、暴走族のお友達ですか。まあお友達かはわからんけど。なんかさっき花咲と揉めてたみたいだったけど、事情を聞かせてもらっていいかな。え、でも実は俺、あいつを暴走族から脱退させたいと思ってるんだ。え？まあその方がこの人は助かるかもしれないもんな。だけどそのためには、いや、あの芋頭が言ってた恋してるってマジだったんだな。冗談だろって思って、なんかそんなにまともに受け取ってなかったんだけど。あん時花咲のことをよく知る必要がある、あいつ自身の思いと向き合うためにも。お優しい方なんですね。わかりました、お話しします。さて日和さんにボーマーのことを聞いてみよう。花咲と日和の関係、まあこれしか選択しないけど、まあこれが一番気になるよな。当然、どうして君みたいに真面目そうな子が暴走族なんかと付き合ってるの？暴走族の中でもあれだしな。ボーマーは、あれは半年くらい前のことだったと思います。彼、純平くんが僕のことを、あ、僕じゃない、私のことを助けてくれたんです。
怖いお兄さんに絡まれているところに割って入って追い払ってくれたんです。さっきみたいに。へえ。さっきの矢神探偵みたいに。へえ、あいつがそんなことを。その後お礼にと一緒にお食事をした際、純平くんからお付き合いの申し出があって、その彼の何が、おい失礼だぞ彼の何が良かったのかな、だいぶ失礼だけど、ふふだって彼可愛いじゃないですか。正気か、可愛いあれが、はいはい、それに彼ああ見えてすごくロマンチックなんですよ。純平くん、お花お花が好きで、二人でよく話していたんです。いつの日か一緒に素敵なお花畑を見に行きましょうって。は、あのボバーがお花畑まあ頭はだいぶお花畑だったけどな。メロンサイダーちゃんとか言ってたけど、うふふ、そうは見えないでしょ。でも詳しいんです、花の種類とか花言葉とか。だから私も楽しみにしていました、いつの日か二人でお花畑にピクニックに行けることを。だけどそれは叶わない夢だったんです。私たちの恋は許されぬものだった。恋がっていうか、あいつが許されてないだけだけどね。いろいろと衝撃的すぎるぞ。叶わぬ恋、許されぬ恋っていうか、もうあいつが暴走族なのが許されてないだけだから。さっき言ってた叶わぬ恋って、実は私の家、親が議員のお仕事をしてるんです。だから暴走族と付き合うなんて絶対にダメだって猛反対されて、いやまあどこのご家庭でも許されないケースの方が多いと思うけど。ああそういうこと、まあまあお家が厳しいんですね。猛反対されてからは親の監視の目もあってあまり会えなくなってしまったんです。でもそんな会えない日々が続いても、夜にベランダから偉人帳を見下ろすと彼を感じることができたんです。夜景に混じってそっかそっか、あいつが花火打ち上げてんのはそれもあんのか。見せてやりたいんだな日和さんに本当にロマンチストだな。夜景に混じって大地に咲く色とりどりの花、そこには彼の思いが込められていましたから。それって、あ、その花ってまさか。ええ、彼がレースで撒き散らす花火、あれは高層マンションから見下ろす私に向けての愛のメッセージなんです。花火師の親父さんは悲しんでると思うけどね。君はその鳥かごから羽ばたくことができないかもしれない。それなら僕が綺麗な花を咲かせてあげる。シェイクスピアかないや長い長い長い。眼下に広がる色とりどりのお花畑、そこで僕は君のことを待っている。彼が言ってたんですよ。うふふ、ロマンチックでしょ。マジかよ、あの花火にそんな意味があったなんて。じゃあもう本当にやめるべきだろ、あいつは俗。彼ずっと覚えていてくれたんです。二人で一緒にお花畑に行こうって約束を。ボーマーの意外な一面が知れたな。そういえばさっき花咲は怒ってたみたいだったけど、あれはん、ボーマーが怒っていた理由、いや別れ話じゃないの。さすがにそうとしか見えなかったけど、思えなかったけど、まあそうだな。実は純平くんに伝えたんです、もう会えないって。そりゃまたどうして、二人は親の反対にもかかわらず隠れて交際してたんだよね。両親にこれ以上交際を続けるなら警察に話して、あの花咲という男を逮捕させると言われてしまったんです。父、警察関係者にも顔が利くみたいで。そういうことだったのか。いやまあ当然のこととは思うけど、交通課の人と一緒にいたあの人は関係ないよな。あの人も議員って言ってたけど、まあ高校生の娘がいる年齢って感じではないか、あの人は。まあ見た目じゃわからんもんだけどね。聞きたいことはもうないな。なあ、花咲があれだったんだから見た目じゃわからんもんですよね。日和さん、一つ確認したいことがある。もしも花咲が暴走族から足を洗ったら、ご両親は交際を認めてくれる可能性はあるかな。そうだな、老舗の花火師を継ぐようであったら認めてくれる可能性はあるんじゃない。それは説得はできると思います。両親が交際に反対しているのは彼が暴走族だからですし。
陣平くんのご実家は江戸時代から続く花火師で、実はお家柄も良いんです。そうだよな、そういう話だもんな。わかった。そっか、わかった。これは人肌脱いでやらねえとな。八神さん、陣平くんをどうかよろしくお願いします。私待ってますから。陣平くんのこと、私を迎えに来てくれるの。ああそうだな、ボマーはともかくこの人の力にはなってやりたいな。ああその気持ち確かに受け取ったよ。八神はこれで結構若い女子に弱いんだから。ボーマーこと花咲純平、やつのことは分かった。あとは勝負に挑んで勝つだけだ。ああじゃあもう次はいよいよレースに行けるってわけだな。行っちゃっていいんだな。いてえ、ガレージまで来たけど杉浦から連絡は来ないな。そこそこの時間は経ってるから、そろそろ連絡来てもおかしくないと思うんだけど、こういうのって歩数とかで計算されてんじゃないのかな。八神がある程度の歩数を歩いたら杉浦から連絡が来るみたいな。偉人町にいるうちは来ないのか、どうだろう。まあいいや、ガレージ入って、いやどうしようかな。でもここはな、日和さんのためにも負けられない戦いになっちゃったし、新しいの使うか。うん、ここ左下にも書いてあるもんね。扱いやすいが基本性能は低いと。いつか限界は来るはず、どっちにしろ。だったらもうこれ改造しちまうか。っていうかもしかしてあれかな、このバイクってあの特典の DLC のセットみたいなのに付属してきたものなのかな。天沢さんがガレージに案内してくれた時もこのバイクを手に入れましたっていう表示はなかったもんね。もともと持ってたって考えると、まあ他のミニゲームでもあるもんな、こういうの。あのロボ部にも、ロボ部のロボットでもめちゃくちゃ強いやつ最初から持ってたりしてたし。どうなんだろう。だとしたらこれいきなり使うのはかえってずるい感じになっちゃうかな。改造費もやたら高いし、これ性能かなり高いんじゃないのか。金使っちゃおうかな。じゃあちょっと覚悟決めるか。カウルを改造、ボディを改造、シートを改造、マフラーと、うわ金がなくなってく。あんなに貯めたのに。本、あこれはあれかな、マシンの性能とは関係ないパーツか。つけるけどね。一番高いやつつけますけど、でカラーは一番ダサいこれね。パープルカイザーのリスペクトで。いやこのマシンに貼るステッカーにも真実っていうのあったらよかったんだけどな。真実ステッカー欲しかったな。爆速ステッカー貼って、これで完成よ。これどうだ、マシンの性能早っ。めちゃくちゃ早いのではこれ。じゃあ杉浦からの連絡もまだ来てないことだし、バーサスボマーぶっ込むぜ。お、話が早いね。いきなりレースだ。八神、覚悟はいいだろうな。こっちこそ、今度はもうあのスクーターじゃねえんだぞ。スクーターであんなに速かったのに、八神。ああもちろんだ。だがボマー、一つ確認しておくが、俺が勝ったらお前は俺に従うんだな。ああ、ってことはこのレースに勝ったらお前はメイドインヘブンを抜けて花火師を告げと、そういう風に命令するんだな、おそらく。無論だ、ルールは絶対勝った方が偉い、そりゃ変わらねえ。分かった。よし、分かった。よっしゃ、見てろよてめえら、今宵もド派手な花火咲かせてやるぜ。夜景を彩る刹那の火花、俺様自身の命の輝き、サーキットで炸裂するビッグバーン。ちょっと長いな、工場が。俺様の花火に酔いしれろ、野郎ども。たまや。親父さん泣いてるぞ。お、ヘッド来てんじゃん。相変わらず騒がしい野郎だぜ。よし。ちょ、もうほんとレースのたびに人数増えてくな。でも負けねえぞ。今までスクーターで勝ってきたんだから負けるわけがねえよ。
本気のバイク乗って、よし、しっかりガードして、ウィリーして、コーナーではドリフト、ガードしながらドリフトで、いいぞいいぞいいぞ。でブーストのストック数も増えてるから、たくさん貯めておけるね。どんどんゲージを貯めよう。ゲージ貯めて一気にぶち込もう。あ、もう今ちょっといけるか。よし、いけ。よし、来た。さあこっからが勝負だぜ。ちょっとさすがに、うわ、すごいすごいすごい、すげえ花火だ。さすがに骨折れるんだけどな、もうあんな15人の部下を倒すの。ただまあ純粋なレースになっちゃえば、やっぱマシンが速くなったから、いや、やっぱ速いぞマシン。すごい、ブースト使ってないのになかなか追いつかれない。あ、でもさすがに、いや、ちくしょう、やりやがったな、クソが。まあでも抜かれたらすぐブーストで抜き返してやればいい。でゲージをしっかり貯めて、敵の攻撃もちゃんとガードをする。よっしゃ、ぶち抜いてやるぜ、ボーマー。お前は花火師になって幸せになれ。あれ、なんか追加イベントだ。あ、ヘッドも見てるぜ。特殊演出。ヤガミ、あの野郎、あんたも一言じゃねえぜ。逃げんじゃねえぞヤガミから。で、あ、賞金額もやっぱちょっと上がっていくのかな。いや、だいぶ投資したからな、さっきのバイクに。取り返していかないと。なあ、約束だ。お前は俺に従う。俺の言うことなら何でも聞く。いいな。ああ。ああ、ルールには従うぜ。今日から俺様たち爆音雷流はあんたの部下だ、ヤガミ。いや、解散だよ。爆音雷流解散だよ。早速だが、俺から一つお前に命令したいことがある。なんだ？何でも言えよ。今日で暴走族をやめるんだ。は？つまり爆音雷流のヘッドは二人もいらねえってことだよ。あー、ちょっとかっこいいこと言ってる。自分が悪者になるような形で。なんじゃと。う、嘘だろ。なあ、ヤガミ、考え直せねえか。ちょっと待ってくれ。俺様はレースを続けてんだ。常闇に火花を咲かせ続けてんだよ。なあ、すべて日和さんのためなんだろ。え、どうしてそれを。あんな目立つ格好で街歩いといて。なんで知ってるんだ、じゃねえだろ。花咲、日和さんのことをこのままでいいのか。お前が続続けたままじゃあの子と別れることになるんだろ。ヤガミ、ヤガミ、まさかだからてめえ俺様を任したのか。どうとでも取りな。花咲、日和さんを迎えに行ってやれ。いつまでも暴走族なんてできないんだから。そうは言ってもよ。ダメだ。この場面でそんな面白ボイス使うのは違うでしょ。ダメだ、それはできねえ。ん？できない。どうしてだ。ヤガミ、ヤガミ、実を言うとよ、本当は俺様は自信がねえんだ、はあ、もはや花火師でもなんでもねえ、学もねえホームレスの俺様が。いや、全部その通りだけど、日和さんを幸せにしていく自信がよ。花咲、どうすりゃいい。親から感動され暴走族のヘッドも失った俺様にはもう何もねえんだ。ダメなんだよ俺様はよ。いや、親に頭下げてから言えよ。ちゃんと足洗って。そんなことないよ。まっとうにやらせてくれと。お、瀬山さん。何もないだって。そんなはずないよ。君には素晴らしい花火を作る才能があるんだから。瀬山のおっちゃん、あ、知ってんだ。純平君、君の才能は本物だ。その才能は暴走行為のためなんかじゃなく、みんなを楽しませるために使うべきだよ。その通りだ。だがよ、瀬山のおっちゃん、俺様は実家を感動されちまったんだ。花火師になんてもうなれねえんだよ。瀬山さん連れてきてんじゃないの、親父。実は今日八神さんが君に挑むと聞いて、やっぱり僕もいろいろと準備をしてきたんだ。準備？純平君の才能は本物。
そうですよね。やっぱりお父さん。感動のご対面をさせる番組みたいになってる。おやじ実は以前から何度も純平くんのお父さんには面談をさせてもらっていたんだ。純平くんの感動を解いてあげられないかってね。でもお父さん頑固者だ。固くなにうんと言ってくれなかった。だけど今夜純平くんがとても手強い相手と命がけのレースをするって聞いたら心配になって来てくれたんだよ。ですよねお父さん。このすっとこどっこいが花火をくだらん競争なんかに使いやがってよ。それは本当にそう。すまねえ親父伝統技術を。お父さんは驚いてたよ。純平くんの打ち上げる花火を見てすごい技術を使ってるそうじゃないか。ですよねお父さん。この与太郎があんなもんはなやかましいだけのどんちゃん騒ぎだ。江戸さん本当の気持ちを伝えてあげてください。これが最後のチャンスかもしれませんよ。ペラボーミー俺の気持ちだ。男はなてめえの気持ちなんざ口にしねえんだよ。お父さん言葉にしないと伝わりませんよ。言ってあげてくださいあなたの気持ちを。だみんな見守ってあげてんの優しいな、まあ、腕は衰えちゃいねえようだな。お父さんさっきはあいつはすげえ俺以上だって言ってましたよ、ね、うわツンデレ親父。てめえ佐山そのことは。お親父がそんなことを。そうなのか親父。確かによお前の花火には魂がこもってやがった。てめえの伝えたい思いが爆発してやがった。あれはまあなんつうかその大したもんだったぜ。親父が昔からそうやって素直に褒めてやってたらグレてなかったんじゃないのこの人。放り出しちまったのかもしれない。つまらねえ喧嘩なんかだよ。俺も焼けが回ったみたいだぜ。ちくしゃめ。親父の態度がグレた理由だった説ちょっとあるな。純平君、君も親父さんに言いたいことがあるんじゃない？うん。親父。俺様には幸せにして人がいるんだ。俺様の花火を使ってよ。だから親父。この通りだ。膝つけ。僕からは足洗って真面目に生きるから、俺様にもう一度花火を教えてくれ。お願いします。あ、でもあのトゲがあるから膝つけないのか。まあお前がそこまで言うなら考えてやらねえこともねえけどよ。ツンデレ親父。それじゃあ俺様の感動を解いてくれるのか。足洗ったらな。当たり前だこの当変僕が。すべこを言わずにちょっとと戻ってきやがれ。お親父。危ない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 。刺さる刺さる。トゲが。ふよかったな鼻先。これで、あ、まあそうだ、こういう、あ、アピール力が久しぶりにレベル上がったぜ。これでダンス部の話も久しぶりに続きできるようになるんじゃないの。だいぶ久々になるけどね、ダンス部は。世話になったな、ヤガミ。達者でな。それと日和さんによろしく。ああ、爆音雷流のみんなのことはヤガミに頼むぜ。ああ。でもレースの時は一人なんでしょ。あ、ヘッドやってくれるぜ。やられたぜ、ヤガミ。まさか花咲を辞めさせちまうなんてよ。お前も辞めさせてやるよ、暴走族。それも花咲の声を叶えてやるために辞めさせるだ。ヤガミ、お前はとんだお人よしだな、おい。なあ、文句はないな。ルールは絶対だ。はあ、そこには文句はねえと。それに花咲が望むなら止めやしねえ。まあ、今のミスられた後じゃな。そうか。ヤガミ。なあ、最後に俺様のとっておき見てもらってもいいか。なんだって。とっておき。いざって時のために取っておいたのよ。花火？花火って許可とかいるんじゃない？ お前何よ。キアリちゃーん。
これが俺様の思いだ。足洗ったんだからやめろ勝手に打ち上げんの。お前ってやつは本当にロマンチックな野郎だな。親父口開けてるじゃない。花火師の親父。あ、やっぱそうか、こういうタイミングで新しいバイク手に入んのか。あ、じゃあちょっと早まったか。やっぱあの最初っからあったやつ DLC なんじゃないの。だとしたら結局ね、これが最強みたいなことになって、もう今もらったやつ改造する必要ないかもしれない。いや、そうや、さすがにそういうやりすぎだったもんな、さっきの40万30万っていう改造費。ちょっともうあれで財布がかなり寂しくなっちゃったので、もうこのマシンいいや、改造しなくても。あんなに投資しちゃったんだから、もうこのマシンで、この最速マシンでこれからもぶち抜いてってやろう。じゃあまあ一旦今回はこの辺で終わりにさせてもらおうかな。まあそこそこ長いことやっちゃったけど、あ、ダンス部で調査を続けるっていうの出てんな、右上に。やっぱりアピール力が上がったからだね。まあでもこれはまた今度にしよう。暴走族に決着がついてからにしよう。まずは暴走族だな。で、まあそうだな、どうしよっかな、本編のストーリー。杉浦からもまあまだ連絡は来てないので、しばらくユーストラマやっててもいいかなって感じだけど、まあ前も言ったけど、このペースだとユーストラマ全部終わる前に本編が最終章になっちゃうので、もう暴走族の面倒まずは見てやろうかな、ガムロ町に戻る前に。よし、じゃあメイドインヘブンメンバー八神隆之、爆音雷流の乗っ取りに成功したということで、はい、また次回よろしくお願い。なりきん野郎だ。よし、稼がせてもらうぜ小遣い。まあちょっとこの強敵苦労して倒して5万っていうのがそんなにコスパいい感じではないんだけど、まあ一応見かけたら殴りに行っちゃうんだよな。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。